まあ、要はあの全然 OK 出ないんですよ、もうどんどんパニたクな。重ねるとかも何がいけないのか全然分からなくて、<laughs> 監督ですから、<laughs> 俺、二度と仕事来ねえぞ、<laughs> さっきあれだけ言って、うん、監督も、僕、ね、<laughs> 監督とのお仕事、演出に関してはいかがだったでしょうか、佐藤さん。僕は思ったより すごく綿密にあの設計図を書かれて来られる方なんだなというような実感でありましたちょっと抽象的すぎてよくわかんないでしょごめんなさい <laughs> ありがとうございます皆さんご自身の崖っぷちを乗り越えたエピソードをお一人ずつ伺っていきたいなと思うんですがこちら大泉さんよろしいですか崖っぷちですか いや、でも、どうですかね。もう、やっぱり、騙しの牙の撮影は常になんか崖っぷちでしたね。監督の緻密な設計図ということをおっしゃってますけど。まあ、要は、あの、全然オッケーでないんですよ。まあ、最低でも三回ですかね。ありますね。で、三回、三回少ない方ですね。五回、六回、もう全然十回くらいは行くんですよ。で、それが、こう、結構、長台詞なんかで、こう、それやられると、やっぱり、どんどん焦ってくるんですよ。 で途中なんか1回2回3回と言えてたセリフが5、6回目からもうなぜか全然言えなくなったりするんですよ <laughs>、えー、でなんかもうそこにまたなんかこいつさんだとかなんかそういうもうなんかちょっとこう妖怪レベルのこう怖い人とかがいるともうどんどんパニックるんですよだからもう常にかけっぷちでしたねすごいんですだってこう5行ぐらいある長ゼリフでですよこっちがこうバーっと好きに言ってたらあのね大泉さんここで ここでブレスしてんだけどここ点ブレスしないでここまで一気に言っちゃってとかねそんなとこまで言いますみたいなそれがさっき佐藤さんおっしゃった緻密な設計図というのにも絡んでくるそうですわけですねでもね細かいっていうと怒りますから監督は緻密だと言ってくれと、はい、細かいなんて言ってないよここまあ本当にこれだけの俳優さんたちを集めてもあれだけ もう一回って言うってやっぱりどんな神経してんだろうっていう、ね、やっぱり思いましたよ、本当に、ね、あの大泉さんはあのちょっと今のは大泉さんっぽいから NG っていうこともよくありましたのでなんかそういう時はどうしていいのかわからなかったです、ね、でもよくわかんない私を当て書きした原作の小説で私が演じた芝居を今のはちょっと大泉さんっぽいのはもう一回だっていうん、ね、だ。っていね この間劉備玄徳とのを演じましたけどあれまるまる大泉洋でしたからね。あれだけの偉人を演じても私だったのに。今回はもう早見って普通の現代人でしたけどお一番俺っぽくないなと思ってそれはやっぱ結局は監督に感謝しましたね嬉しい。あの私が高校二年生の時にやっぱりこう。 この先、このまま芽が出なかったら就職なのか、まあ、進学なのか食べていけなかったらどうしようっていうときに、あのー、監督が大事な役をいただいてそこからお仕事に恵まれるようになりましたのでまさに崖っぷちをすくい上げていただいたのが8年前にになりりまます。本当にありがとうございました。君、ずいぶん監督におべっか使うな。はい監督 <laughs> 俺、二度と仕事来ねえぞお前さっきあれだけ言ってなんかそのテイク重ねるとかも何がいけないのか全然分かんなくて監督ですからそれは怖いな、お前そうやってやっぱりこの芸能界はここまで,でも監督、僕全部冗談ですからね僕、大好きそうタイプですから僕監督、本当全然ねそうなんかテイク数とか気にならない。 なんか、逆に短いと物足りなかったぐらいで、ええ、なあ、みんなな、はいねい。ねえ、こいちさんね、確かにね、2>, <laughs> 2回で OK になると不,不安になっちゃうもんね、<laughs> 全然見てくれてねえんだなみたいな。ね、僕は大好きですけどね。<laughs>